巨名決、巨名決、中民チェ、1976年12月1日体は、台湾、中華民国出身の元プロ野球選手、投手コーチ。右投げ右打ち。2011年から2013年までの登録名は、民チェ。中西高校から、台湾プロ野球の台中混合へ入団した。12月に開催されたバンコクアジア競技大会の、 野球チャイニーズ台北代表に選出された。2、西武ライオンズに入団。台湾プロ野球との選手獲得進士協定解除後の最初の入団選手で、かつて西武で活躍した各大元にちなみ、各大元二世と呼ばれて期待され、同年は一軍で6勝。は、視力矯正のため、メガネをかけ、コントロールが向上した。あとイニングを点以内に抑えれば、 規定投球回数に到達し、最優秀防御率のタイトルが確定するという状況で、シーズン最終戦の当番で、回8失点、タイトルを逃した。あ、にも9勝は、アテネオリンピック進出をかけた台湾代表として、出場し、アジア野球選手権で、日本代表戦で先発する。は、サイドスローへ挑戦するが、状態が高く、 思うように球がコントロールできなかったため、終盤に再び元に戻した。先発ローテーションの谷間に数試合先発したが、結果を残せず、その後はロングリリーフ要因となった。は、元に加えジェイソン・ジョンソン、アレックス・グラマン、クリストファー・ギスセルと4人の先発投手タイプの外国人が所属した。その中で元は主に先発投手が早い回で、 降板した際のロングリリーフを任され、15試合に登板した。一時は防御率2点台となるが、最終的には防御率4.88に終わった。5月18日の大落天戦で2年ぶりの先発勝利を挙げ、その後は日程の関係で中継ぎを任されたが、防御率5.12となる。アジアシリーズでは外国人選手で唯一出場枠に登録されたが、 予選の大天津ライオンズ戦で先発し、2回を4、安打に失点で降板した。の、春季キャンプにおいて行われたインタビューには日本語で受け答えしていた。2009年度より、単数契約になり、通訳がいなくなったためである。中継ぎとして開幕1軍を勝ち取るも降格されるが、8月後半に、最昇格。久しぶりの関東勝利を挙げ、残留も約束された。 ヒーローインタビューでは片言ながら一人で受け答えしていた。埼玉西武ライオンズファン感謝の集いにも参加した。は、開幕から先発ローテーションに食い込み、ダルビッシュと各チームのエース級との対戦や、打線の援護に恵まれずに勝ち星は増えなかったが、岸高幸、石井和久ら主力投手が、相次いで離脱した C 時期を、平野将校、西口文也と共に、 ブラローテのエースとして支え、投球回数は2002年以来8年ぶりに100イニングを超えた。後半戦になると調子を崩し義務になり、9月に降格してシーズンを終えた。本人が初級から攻めていくと話していたように、ファーストストライクを取ることを心がけた結果、前年よりも支給率が格段に良くなった。12月24日、登録名をミンチェにすることが発表された。 はロングリリーーフとしてスタートする平野の二軍落ちで5月7日の大楽天戦で先発を任されると2002年8月21日の対大英戦以来9年ぶりとなる完封勝利を挙げた。騎手が復帰すると再び中継ぎに回り他のリリーフの不調などで重要なセットアップマンとしての役割を任されるようになった。6月1日に出場登録日数が8年に達し、 国内 FA 権を取得した。6月12日の大半新戦でプロ初セーブを記録するなど好調を維持していたが、8月16日の投球練習中に右脇腹を痛め戦線から離脱。9月16日に一軍復帰、同日の大楽天戦に登板したが、1、3回で4失点で降板した。試合は勝利。これにより一時0点台だった。防御率は2点台となった。 シーズン23では、チーム2位の49試合に登板し、6勝2敗1、セーブ22ホールド、防御率1.98の成績を残し、チームの再開から浮上しての、クライマックスシリーズ進出に貢献した。2011年シーズンオフの12月12日、FA 権を行使してオリックスバファローズへ移籍。日本プロ野球では、初の FA 権を行使して移籍した。 外国人選手となった。また、オリックスにとって、球団合併後に獲得した初めての FA 獲得の選手となった。より、前年に国内 FA 権を取得したことにより、外国人枠が適用されず、日本人選手と同じ扱いとなる。2012年は、新天地でもリリーフの一角として開幕一軍入りを果たす。しかし、 ソフトバンクとの開幕第2戦で1点リードの7回裏に、登板するも、本田雄一に、満塁走者一層の敵地打を浴びて、逆転負けをした。その後も開幕から8試合で、防御率11.12と制裁を変えた投球が、続き、4月22日に登録抹消。交流戦から一軍に合流し、5月19日の対、ヤクルト戦で3点をリードした。 直後の延長を11回裏に登板し、無失点に抑えて遺跡後初のセーブを挙げ、チームの連敗を6で阻止した。しかし、5月23日の大阪新戦では、押し出し支給などで3失点し降板、監督の岡田秋信に逃げる投手はいらんと激怒され、翌日再度登録抹消となった。7月16日に最昇格となり、その後は、まずまずの投球を見せたが、 接戦の場面で打たれることも多く、移籍一年目は三十七試合の登板で被打率三百九、防御率五点二九の成績に終わった。Y1 ンではわずか一試合の登板にとどまり、十月五日に戦力外通告された。二千十三年十一月二十八日に、中華職業棒玉大連盟のラマゴモンキーズより、ドラフト二巡目で指名を受け、1月7日、 ダマゴと正式契約した。12月にダマゴを退団し、中心兄弟に移籍した。シーズン終了後に現役引退。引退後のそのまま中心兄弟の投資コーチに就任。から、埼玉西部ライオンズの二軍投資コーチに就任した。5年ぶりの日本球界復帰。登録名は巨名決。ユニフォームのセネームはミングチャイエとなる。 3クォーターから平均球速約時速 140km、最速時速 148km のストレートとスライダー、シュートによる横の揺さぶりを使った打たせて取るピッチングスタイルである。他にもカットボール、カーブ、フォーク、チェンジアップなど豊富な球種を持っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。